NSC。 さあ始まりました、頑張れ中瀬氏、井上真でございます。そして中瀬氏、浅田です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。あ、というわけで今日もねリモート遠隔でのね、番組ということになりますが、浅田さんお元気ですか？ぼちぼちです。ぼちぼち、最近ちょっと暖かくなってきましてね、はい、そうですね、だいぶ暖かくはなってきました。今日半袖でしたもんですよね。はい、カーがやりたくてしょうがないんじゃないですか。いやー本当です、グラウンド行きたくてしょうがないです、もうご指導の方にね夏ワンを奮いたくてしょうがないと思いますけれども、少し今はね、はい、ステイホームということで、そうですね、今日もね素敵なゲストをお呼びしておりますということでございます。はい、お願いします。よろしくお願いします。頑張れ南葛西。この番組は、東京都社会人リーグ1部から J リーグ参入を目指しております、葛飾区の我らがサッカーチーム南葛西を今日も熱く熱く応援していく番組でございます。この番組は、私たちは皆様のブレーンでありたい、店舗の企画設計施工の専門家、株式会社東のブレーンズ、そしてポスター印刷のぼり垂れ幕、大判プリントのことなら何でもお任せ、合同会社インクマニアの提供でお送りいたします。さあ浅田さん、やってきました、はい、この時がリモートなんでなかなか声を合わすのが大変ですが、今日こそ難しいですね。頑張ります。頑張れ、なんか頑張ります。キックオフで参りますよ。いきますよ、はい、それでは頑張れなんかディッシーキックオフ。オはい、ということで改めまして井上真でございます。南葛西浅田です。はい、我らが南葛西、今は、まあ、このコロナ期間中ということでね、どんな状態なんでしたっけ。休んでるんですよね。そうですね、活動自粛中で、はい、みんなメニューをコーチから落ちてきたメニューを自分で自主トレという形でやってますね、はい、そして時にね、はい、インターネットでつないでトレーニングなどもされてると。そうですね、はい、ね、はい、はい、ということで葛飾区の南葛 SC は J リーグ入りを目指してますということで、すごい選手もたくさんね、加入されてるということなんですが、今日来ていただいてるのは新加入のこの選手が来ていただいてるんですよね。それでは早速呼びましょう。一声ください、お願いします。背番号22、ゴールキーパーの川又慎一郎です。ようこそ。いや川又選手待ってましたよ。すいません、よろしくお願いします。待ちわびてました。いきなりのね初登場がこんな形でリモートということになっちゃって、すいません。なんかいえいえ、こちらこそ前回は申し訳ございませんでした。前回何ですか。タイミング浅田さんしか知らないですかね。ずれちゃった、はい、そうだそうだ、出てくれるってはずだったんですけども、はい、そうですよ。またいつも通り僕ドタキャンの振られましてですね、いつも男性にも女性にも、ドタキャンでもないですけどね。そうですね、男性にも女性にもよく振られるで有名ですね。はい、慣れてますんで大丈夫です。ご事情もありますもんね、川本選手ね。そうですね、はい、今日はこの番組4月から30分番組になりましたということで、しかも時間も夜にねお引っ越ししたということで、ゆっくり川本選手のね経歴、そしてお人柄などにね迫っていければいいと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、まずはね僕らはもう調べはついてるというか、もちろん知ってるんですけど、川本選手の経歴なんか教えていただいてもよろしいですか。経歴どこからですかね。あれですもんね、輝かしい J リーガーのね鹿島アントラーズ所属ということでしたもんね。いや、はい、所属だけですけど。でも所属で十何年所属されてたんですけど、プロに。そうですね、最初3年ぐらい鹿島にいて、はいはい、で1年仙台にレンタル移籍させてもらって、はい、うん、そこから戻って7年、7年か8年ぐらいですね、はい、ポジションがゴールキーパーでいらっしゃいますもんね。はい、川又選手身長の方は2m30ぐらいでしたっけ。いやいや、お化けや。そんななかったでしたっけ。そんなないですね。でも187、8ですね。87、8ね、はい、もうそれはもうやっぱ小さい頃から大きかった。そうですね、大体頭一つ分ぐらいは大きかったですね。ですよね、やっぱり大きいからキーパーになったんですか。自分でなりたくてキーパーになったんですか。いや、本格的にやるときにチームからキーパーでやってくれって言われて、はい、すごくちっちゃい頃から鹿島なんですよね。いや、僕鹿島はユースからですね。あ、そうなんで、ユースからというと15歳から16歳から、すいません失礼しました、はい、それまではもう本当どちらでブイブイはしてたんですか。
や、ブイブイはしてないんですけど、僕静岡の出身なんで。そうで、失礼しました。そっか、はい、はい、そんな経歴を持った川間選手が南葛 SC に来ていただいた経緯、そしてお気持ちっていうのはどのような感じだったんでしょうか。そうですね、まあ鹿島から契約満了の通知されてから、はい、チームを探している時に、はい、うん、公式発表をして、その日に青木さんというんで、はい、はあはあはあ、岩本さんからお話をいただきまして。ああ、なるほど、うちの GM の方からですね。はい、そうですね、はい、でまあいろいろ探していく中で、うん、いろいろ細かいところも提示してくれて、はい、で僕としても一回お話をさせていただきたいということで、うん、はいはいはい、話をしていましたら、浅田さんと岩本さんが大晦日に鹿島まで来てくれますして、なるほど、そこは一つ参考の例みたいなことですよね。ぜひうちに来てくれないかと。はい、はいはいはい、浅田さん、その辺はどのような経緯というか、はい、お気持ちだったんですか。雨の降るですね、非常に寒い、はい、あの鹿島にですね、はい、乗り込んでですね、練習をあの遠くからちょっと見ながらですね、はあはあはあ、僕も行ったことあります、鹿島の練習場、あそこね、クラブハウスの後ろ側、はい、どれだ川又はみたいなとこから始まってですね、もうやっぱ分かんないわけですよ、ナッキーパーもいっぱいいますんで、うん、もちろんあの、ね、曽我畑さんだったりね、あの、はい、いい有名な方いらっしゃいますけど、はい、他にもやっぱいるん で、 そうですよ、ね、ちょっと僕もねあんまり当時は存じ上げなかったんで、うん、どれなのかなと思いながらも、うん、まあなんかすごいこう、もちろんね天皇杯前だったんで、あー、なるほど、決勝戦のね、ピリピリしたいい練習の雰囲気でですね、あの非常にはやっぱすごいなと思いながら、はい、そう、まあ、そこで鹿島行って、はい、まあ、本人と話して、まあ真面目なんですよ。いや、今お話聞いててもね、川本選手真面目ですね。そんなことないですけどねそうですよね、まだこれで面と向かってね、ちゃんとお会いする、僕はあの試合会場では一回東京カップでね、あのお見かけしてますけれども、こう面と向かってご挨拶もちゃんとしてない中、これ意外いきなりね電話でっていうことでね、そりゃそうなっちゃいますよね。すいませんね。いえいえ、ね、あのどうですか、なんか是非、あの初のアマチュアチームということですけれども、来てみて、はい、まだそんなに練習もね参加する前にこんなことになっちゃったのかなと思うんですけど、そのいかがでしょう。いや、もう練習1月から参加してるので。そっかそっか、そうですよね、はい、もうみんなの特徴とかも分かっていますし、馴染んでる、まあ、馴染んでるかなと思いますけど、うんうん、まあ、チームメイトはどう思ってるか分かんないですけどねそんなことないでしょう。あの練習もさることながら、こう仲いいチームメイトもいっぱいできてるんでしょう。もうそうですね、まあ、知ってる、まあ、一緒に やらせてもらってた選手もいますし、まあ、そうですよね、鹿島で一緒に青木、はい、先輩なんかはもうがっちりやってたわけですもんね。はい、青木さんだったり龍太君だったり、あ、そうです、佐々木龍太選手ね、はい、あと高大も中学校の時に何回かやったことあるんで、あ、そう、はい、やっぱりね、一流が一流を知るということで、お仲間でいらっしゃったということで、いや青木先輩一回来ていただいたんですけど、面白かったですね。いや、面白かったんじゃないですかね非常に愛すべき先輩ですよね。いや、愛すべき先輩ですね、そうでしょ、やっぱり鹿島でねゴリゴリ言わせてて怖いのかと思ったら、すごい面白い先輩ですね。いや、ゴリゴリいじられてましたね青木さんはやっぱそうなんですね、ゴリゴリいじられて、永遠の若手って言われてましたからね。何ですか、永遠の若手。永遠の若手、はい、いや、わかります。確かにあれだけの経歴、日本代表までねお持ちでありながら、あの何ですかね、隣の兄ちゃん感といいますかそんな感じありますかそなんていうんですかね、 なんかいい感じですよね。僕大好きですけれども、ね、あ、僕も大好きです、ね、その辺はもうだからがっちり仲良く、ね、じゃあほっとしますね、その仲間がいたわけですから、南葛にもね、はい、あ、じゃあこんなコロナとかの時期になる前は一緒にご飯行ったりとかなんかしてたですか。そうですね、うん、今家も近かったので、あ、葛飾に来て、あ、向こうで、いや、はい、鹿島ですね。あ、そっか、今ってお住まいはどちらなんですか。今僕は千葉の方に引っ越ししました。あ、そうなんですね。じゃあ葛飾に通って練習することになってるということですね、はい、なるほどなるほど、はい、浅田さんの生まれ故郷である葛飾どうですか。いや、初めて新宿に行った時に、はいはいはい、めちゃめちゃ綺麗だなって思って、あ、空も広いしね、あそこ本当そういいとこですよね。はい、びっくりしました。あ、そうですか。鹿島もでもいいとこでしょ。千葉も静岡も、まあ、鹿島もいいところですけど、何、うん、ですか、 いきなりすげえ都会にあるなと思って。あ、なるほどなるほどはい、そっちですね。はい、あ、なるほどなるほど。美味しいものなんかを見つけました、葛飾で。葛飾まだの、ええ、
本格的に探索できてない。決起集会で、はい、何でしたっけ、ね、アベレ、あそう、アベレ行かせていただいて、あ美味しいでしょう。美味しいです ね、 ね、壁にちゃんと100点翼 の、 あの漫画書いてきました。いや僕は下手くそなんで書いてないですけど今の引っ掛け問題正解です。誰も書いてません先生以外そうですよね。そうですか。浅田さん、はい、川端選手どうですか、加入してから浅田さんのコーチの立場から見てて。はい、そうですね、やっぱコミュニケーション能力すごい高いんで、はい、まあ、こんな感じですし、うん、すごく既存の選手、あとまあ一緒に入ってきた新加入の選手と含めてすごくもうなんか仲いいっていうか、いい意味で、はい、仲良く本当にやってくれてますんで、うん、まあね、 J リーグでずっと十何年、やってきてますけども、そういうのに別にこうなんていうかな、うんうん、なんだ言い方あれですけど、プライドがあんまり高いわけではなくて、うん、ご謙虚な感じしますもんね。そう、謙遜しながらも、はい、ただやっぱその経歴っていうか経験をね、はい、うん、若い選手とかには本当に、うん、自ら伝えてるので、はい、そういう姿勢を見てるとすごく、うん、やっぱりチームにとってすごいいい影響を与えてる選手だなっていうのは見てて本当に思いますね。なるほどなるほど、うん、ということですが、川本選手いかがですか、今の伺って。まあそこはやっぱり入る前から伝えなきゃいけないと思っていましたし、僕が J リーグに試合出場がない中でチームが取ってくださったっていうところを考えると、やっぱりそこは大切にしなきゃいけないなとは思っていました。具体的にやっぱりそのいろいろここが違うなとかいうことあると思うんですね、周りのこう環境も見てても選手のね、いろいろ見ててもどんなところを伝えていこうって、まあ短い期間ですけども、 これから思ってますか。そうですね、まあ、練習に入るまでの、まあ、みんなの表情だったりやってることを見て感じたことがあったり、まあ、練習中、はいはい、そうですね、プレーであったり、うん、コーチングであったり、はい、まあ、今やってきたこととの差っていう か、うん、まあ、感じるところを伝えなきゃって思いますね、はい、日本を何度も制してアジアまでね、制したのを横で見てきたわけですもんね、ずっとこの内側として ね、 はい、はい、ちょっとぜひ伝えていただきたいとともに、やっぱり今までのサッカー人生、そして何ですか、本当の人生としてもいろんな思い出があると思うんですけど、今日はね、川本選手お人柄思い出にも迫りたいということでね、曲をちょっとリクエストしていただきたいんですけども。あ、はい、わかりました、はい、何の曲かけましょう、最初に題名だけ教えてください。ライジングさんです。あ、エグザイルの、はい、これはどんな思い出があるのかを、じゃあ曲の後で聞く前にチラッと教えてもらっていいですか。まあ、今と同じような大変な状況の後に、はい、うんうんうん、まあ、エグザイルが出した曲っていうところが、はい、思い出深いですかね。なるほどなるほど、メンバーが変わったりとかっていう時期でしたっけ。いや、僕は、まあ、ちょうど震災の年に仙台に行ったので。あ、そっかそっか、そうでした。なるほど、その頃のリリースされた曲でしたよね、はい、そうですね。なるほど、仙台もその被災地のチームとしてね、どう立ち上がっていくかっていう、その頃の思い出もいっぱいあるということですね。わかりました、はい、ありがとうございます。まずは聴いていただきましょう。それでは曲紹介、川本選手お願いします。 EXILE でライジングさん。いやー、聞いてもらいました。どうでした、今聞いていただいて、川本選手当時のことやっぱ思い出しますか。そうですね、やっぱり思い出しますね。行ってすぐ震災になったような感じでした。そうです、 J リーグ開幕して、はい、でちょうど2節の前日だったんですね。そうですよね、はい、3-1-1 ですもんね、はい、ってなると本当に今回の J リーグと同じようなタイミングと言ってもいいでしょうね。そうですね、やってただけですもんね、今回もね、はい、うん、はい、なるほど。その時にやっぱりこう新加入していった選手として、なんかこう思ったこととかも思い出しますか。そうですね、やっぱり、まあ、震災前と後で、はい、チームがガラッと変わったなっていうのは感じましたね。あ、それはもう一つに東北を盛り上げるべくっていうことですよね。そうですね、やっぱり東北仙台を、うん、の星になるんだって、まあ、はい、誠さん、手倉森監督が言ってましたけど、はいはい、うん、そのために頑張ろうっていうところで一つにまとまって、うんうんうん、
で、あの年確か4位だったのかな。あ、そうでしたよね。はい、鹿島より1名上になっちゃって。あそっか、そうでした。その時はご自身どんなお気持ちでした？鹿島を上回った、あのもちろんレンタルですからね、戻る予定はあったわけですよね、はい、そうですね、あのすごい嬉しかったんですけど、はいはい、その先輩の荒岩さんに、戻った時に、はい、なんでレンタルに行ってんのにうちより順位上なんやって言われましたね。まあそれはでもね、あの嬉しいことでもありますよね、選手としてはね。はい、そうですね。じゃあ赤間選手、その経験をね、本当まさに、まあ、ビンゴですよ、南葛にももたらしてぜひいただきたいですよね。はい、そこはぜひやらせていただきたいです。ご年齢でいうと今おいくつになられたんですか？今年31になります。あ、まだでも全然これからぶん回していける年齢じゃないですか、ゴールキーパーとして。これからですね。そうですよね、はい、10年15年ゴール守れますよね、葛飾の。はい、できますね、浅田さん。そうですよね、はい、そうですね、あと20年ぐらいは大丈夫じゃないですか。伸びましたね。いや、30年いけるんじゃないですかね。いいですね、川間選手、お願いしますね。はい、はい、頑張ります。なんかこう南葛FCはやっぱりこうキャプテン翼のチームじゃないですか、はい、その辺なんか意識したりこう感じたり周りに言われたりとかありますか？そうですね、まだそこまで感じてないですけど。あ、そうですか。あ、でもやっぱり練習だったり試合に高橋先生が見に来てくださるっていうのは、はい、そうですよね、すごいなって思いますね。そうですね、あのだんだん慣れてくるんですけど最初びっくりしますよね。いや、何回かお見かけしてるんですけど毎回毎回なんか、はい、現実感がないというか慣れないですか。でも、はい、川選手は日本代表のね、もう言ったら先輩も後輩も日本代表と一緒にやってきてるわけですよね。それでも、はい、やっぱり高橋先生違いますか？そうですね、あのやっぱりお話しさせていただいたことが、はい、ご挨拶ぐらいしかないので、実感が湧かないというか。これは本当に話しかけていきましょう、川間選手。ちょっと恐れ多いんですけどね。高橋先生とはやっぱり会話を5ターン以上あの続けれたらこれはもう あれですよ、新加入選手としてはもう素晴らしいってなりますから。質問考えていきましょう。はい、あの、浅田さんどれぐらいしてるんですかね。シャイでいらっしゃるから、はい、いや僕、俺でも大体3ターンぐらいですね。結構よく今、はい、あの株式会社の方に属しておりますんで、はいはいはい、先生とはあの、ね、年中、今日も先ほどもいらっしゃいましたけど、建物でね、はい、そうですね、はい、けど、うん、なかなか、まあ、あのいろんなお話はさせていただくんですけど、はい、まあ、その中でもやっぱ僕のこうトーク下手なんで、ちょっとまだ引き出せてないですね。いやいやなるほど、川間選手その辺もね、分かりました、はい、ということでキャプテン翼のお話になりましたけれども、毎回出ていただけるゲストの、ね、はい、選手に、まあ、宿題じゃないですけれども、キャプテン翼の名言、はい、心に響く名言なんか教えていただこうと思うんですけど、川間選手、はい、選んできていただいてますか？はい、やりました。それではそのキャラクターの言い方、後々その思いとか、そのシチュエーションなんか伺うとしまして、まずはちょっと魂込めて言っていただいていいですか？エコーかかりますね。サッカーは強い。あ、ちょっと早い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 、頑張って。早いんだな。オフサイド、オフサイド。あ、キーパーだからね、そのオフサイドないんですよ。そうですよね、ごめんなさい。そうなんですよ。いや、もうパントキックが早かったです今。ちょっと早かったですね。いいですか？いやいや、これあのね、アイコンタクトができない分、こういうことがリモートの魅力ですから。そうですね、難しいですね。全然大丈夫です、はい、それでは川俣選手選んでいただきましたキャプテン翼の名言です、どうぞ。サッカーは強い者が勝つんじゃない、勝った者が強いんだ。おー、ありがとうございます。素晴らしいセリフに魂こもってました。ちなみに川間選手、これは誰がどんな時言ったセリフだったんでしょうか？アール・ハインズ・シュナイダーが言った言葉ですね、はい、あ、ドイツ代表のキャプテンじゃないですか。はい、これはもう言葉のまんまですよね。そうですね、まあ、ベッケンバウアーも言ってましたけど、あ、そこから来てるところがあるんだ、やっぱドイツのつながりね。はいはいはい、はい、これはやっぱりその上昇鹿島でね、勝利を義務付けられた、2位でも3位でもブーイングが来るようなチームで育ったということもやっぱり関係されてるんですか？
そうですね、まあ、鹿島は2位も3位もビリも一緒だ、はい、優勝しなきゃ意味がないっていうチームであったんで、はい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 、そうですよね、はい、これは浅田さん今の南葛江市もある種そうですもんね。もう僕もサッカーやってる時ずっとそう思ってましたよ、うん、ああなるほど、そっかそっか、はあ、別に2位とかあんまり何もないですからね、やっぱ優勝しない勝たなきゃ意味がないんで、はい、そのつもりでずっとやってきましたけどもね、なるほど、はい、強いやつが勝つんじゃない、勝ったもんが強いんだ、素晴らしい。ちょっと3人で言ってみましょうか、これリモートなんで揃わないと思いますけどいきますよ、せーの、サッカーは勝ったもの、強いものが勝つんじゃない、じゃない、勝ったものが強いんだ、これはひどい、これはひどいですよ。浅田さん全然言わないじゃないですか本当ですよ、タイミングそこにあるタイミング、オフサイドだったもんね、やっぱりリモートですからちょっとラグがある中で、でもね、はい、こういういろんな障害を乗り越えて足並み揃えていこうっていうのがある種サッカーですよね、鎌田選手。そうですね、やっぱりチームであったり、ね、世の中が一つにならないといけないんでね、今。そうですよね、そんな中、はい、浅田さんは今最後だけ合わそうとしたんですよ、どう思います？ちゃんと最後合わせようときつもその姿勢を見てくださいきちっとこうベクトル合わせようとしていただけで合わせに行ってないですからね難しいな、難しいですね、川田選手がちょうど生き生きされてきたぐらいで今日もお時間となってしまいました川田先生お忙しいところありがとうございます、いいね、ございます、ぜひちょっとこの期間明けましたらもうバンバン、はい、そして向こう何年もこう葛飾のゴールを南葛のゴールを守っていただきたいと思います、はい、今日はありがとうございました、はい、ちょっと最後に聞いていただいてる、ファンの皆さん、そして葛飾の区民の皆さんに、メッセージお願いできますでしょうか、お願いします、はい、南葛ファンサポーターの皆さん、そして葛飾の方々、今年、まあ、どのようなレギュレーションになるか分かりませんが、南葛 SC は関東2部に上がり、来年関東1部に上がっていけるように頑張っていきますので、応援よろしくお願いします、よろしくお願いいたします。いやー頼もしいですね、浅田さん頼もしい、ね、素晴らしい素晴らしい、またちょっとね、鴨選手また来てくださいね、あ、ぜひよろしくお願いします、今日楽しんでいただけました、はい、楽しかったです、また次もぜひ来ていただきたいなと思っております、今日は、ゴールキーパー鎌田選手に来ていただきました。というわけで、頑張れ南葛 SC は来週も同じ時間にお送りいたしますので、ぜひ聞いてください。そして皆様からの、ね、メッセージその他お待ちしております。さあ、この番組は、私たちは皆様のブレーンでありたい、店舗の企画設計施工の専門家株式会社東野ブレーンズ、そしてポスター印刷のぼり垂れ幕大盤プリントのことなら何でも任せ、合同会社インクマニアの提供でお送りいたしました。それではお二人、最後に声を合わせていきましょうね。来週も頑張れって言いましたら、はい、全員で南葛 SC でいきましょう。ラジオの前の皆さんもお願いします、はい、リモートなんで合わないと思いますが頑張りましょう、いきましょう、来週も頑張れ南葛 SC。 意外とあった、ちょっと浅田さん面白かったですねありがとうございました。